中央アジアカザフスタン。そこに世界でも稀な純白の大地が広がっています。すごいね。しかしハクアと呼ばれる岩石で覆われた崖、その高さはおよそ100メートル。この不思議の大地に外国メディアとしては初めて日本のテレビカメラが入りました。まるで軍艦のような岩山、これも全て白亜です。私たちは白亜が作り出した白き大地の奥深くまで潜入。ここでしか見ることのできない数々の絶景を収めることに挑みます。実はこの白亜の大地、旧ソビエト時代に一度は調査が進んだものの、その後は本格的な調査がされず放置されてきました。今回は取材班が地元研究者とともに白亜の大地誕生の謎の解明にも挑戦。Я вижу здесь на протяжении десятков миллионов лет был стабильный морской режим. 浮かび上がってきた太古の海との関係。答えを求めて地下深くにも潜入します。おお、綺麗だ。エメラルドグリーンっていうのこれ。これですか、地底湖って。果たして白亜の大地を作り出した秘密とは。中央アジアカザフスタン、秘められた純白の絶景に迫ります。皆さんをお連れするのはユーラシア大陸のほぼ中央、カザフスタン共和国。カザフスタンはソビエト崩壊後に独立した国で、世界で9番目に広い国土を持っています。その西の外れ、世界最大の湖カスピ海に面したマンギスタウ州に目指す白亜の大地が広がっています。マンギスタウ州は石油や天然ガス、レアメタルなどの一大産地で、ソビエト崩壊後独立した国々の中で最も豊かなカザフスタンの経済を支えています。しかし私たちが目指す白亜の大地は産業に結びつかないため関心が薄く、地元ではその大地の存在すらほとんど知られていません。そんな中、唯一の案内人ともいえる人物を探し出すことができました。アンドレさんですか。どうも、初めまして。考古学者のアンドレイ・アスタフィエフさんです。アンドレイさんはシルクロードの要衝の一つで、さまざまな遺跡が存在するマンギスタウ州全域を
何度も調査した経験を持っています。その調査の中で白亜の大地が作り出す驚きの風景に出会いました。現在は純白の風景を撮影する写真家としても活躍しています。今回はこれら数々の絶景ポイントを熟知しているアンドレイさんにガイド役をお願いします。早速州都アクタウを出発し内陸部に向かいます。目指すのは白亜が一面に広がるという2つの絶景ポイント、トゥズバイルとオスジラです。取材班が訪れたのは4月中旬、冬に積もった雪も消え緑が広がり始めた季節です。夏場は50度近くまで気温が上がるため、4月から5月が最も取材に適しています。トゥズバイルってどんなところですか？トゥズバイルはチンクプラトゥースティルト、とても необычный、クリヴァピスネ、под основанием большой сор。Возможно, что сейчас после вот снежной зимы в Соре будет вода стоять.Очень необычно. Ну, это надо видеть, это сложно объяснять. Более что даже если смотреть фотографии, фотографии ничего не передают. Доедем, увидим. Актау を出て6時間。ようやく前方に白い崖が見えてきました。そこが最初の絶景ポイント、トゥズバイルです。まるで雪山のようです。Вот мы уже подъезжаем к Сору Тузбаир. Вообще вся эта местность называется Тузбаир. Вот он открывается перед нами. О, Мизуми?Есть сор Тузбаир. О, сугой. Сугой. Это все до конца продолжается? Да, Мирек-сан. Там длиннее, да, еще, дальше. Да, это так все идет. То есть, это уже плато Устюрт, Чинки плато Устюрт.ご覧ください。これがトゥズバイルの絶景です。白い断崖の長さはおよそ10キロ。その崖に沿って見たことのない風景が広がっています。まるで古代の神殿の石柱のように続いているのが白亜と呼ばれる岩石です。その形は様々、一つとして同じ形はありません。こちらは眼下に広がる塩の湖、雪解け水でできたという湖の周りも真っ白です。Кого Канкоги кому крылья? Туристов много приезжает? Немного. Это в основном тот, кто знает про это место и кого, в общем-то, мы привозим. Какое-то телевизионное сюжет, как китанова, киоку не аримаска. А съемочная группа была до этого? Скорее всего, что вы первые. Я вас хочу с этим поздравить.Зарубежных киногрупп здесь никто никогда не работал. Япония первая. Поэтому вы первые будете говорить об этом всему миру. Не
この方が。潮の湖の縁に降りてみました。下から見上げると純白の断崖は上下2つの層になっていることが分かりました。上が細く下が太い柱状の白亜。説明するのが難しいと言っていたアンドレイさんの気持ちがよくわかります。прямо под стенку подъехать? ага, да. скорее で чтобы мы шли вот так. 白亜の断崖にさらに近づいてみます。断崖の高さはおよそ100メートル。間近に見るとまるで立ち並ぶ巨人を足元から見上げているような錯覚に陥ります。直接白亜に触れてみることにしました。もろく崩れる感じはなく、確かに岩石です。しかし少し力を入れるとその一部が簡単に剥がれました。確かに柔らかいね。確かにチョークの感じですよね。白亜の英語名はチョーク。そう、白亜は黒板に使うあの白墨の原料となる鉱物です。アンドレイさんが白亜のかけらを割り始めました。何かを探しているようです。Вот видно тоже. Вот маленькая раковина. Вот маленькая раковина. Вот раковина. Вот раковина. 白亜の成分は炭酸カルシウム。石灰岩と同じように生物の死骸が堆積してできる岩石ですが、石灰岩よりも白く柔らかいのが特徴です。確かに貝殻かな。Когда-то это было дно океана, и очень вероятно, что это был какой-то период теплого океана. Было много планктона, было много мелких раковин, и вот они осаждались, осаждались, и образовался этот слой. Это дно, бывшее дно океана. Каспийское дно, сколько там? Нет, не Каспий, это Тетис, это древний океан Тетис.テチス海。聞き慣れない名前です。その海は今から1億年以上前に存在しました。そこに白亜の大地が誕生した秘密が隠されています。現在の地球に広がる陸地はかつての超大陸パンゲアが分裂し移動を重ねた末にできたものです。およそ1億年前、この辺りには現在の地中海、黒海、カスピ海が一つになった巨大な海が広がっていました。それがテチス海です。テチス海は遠浅の海だったため、太陽の光が海の中まで降り注ぎました。海の中にはごくごく小さな生き物、
直径が1000分の5ミリほどの塩石層という植物プランクトンが大量に発生。これが白亜の岩石を生み出す原動力です。塩石層の死骸などが海底にうず高く堆積し、膨大な白亜の地層が誕生したのです。そこにおよそ5000万年前、地球規模の大変動が起こります。インドア大陸の衝突、巨大な造山運動の始まりです。その影響は遠く離れたテチス海にも及び、海の中にあった白亜の地層を隆起させました。こうして白亜の大地が姿を現したのです。トゥズバイルの白亜の断崖がまるで柱のような形をしているのは、この地が以前雨が多い湿潤な環境だった証だといいます。大量に降り注いだ雨が柔らかい白亜の岩石を少しずつ削って、このような柱状になったのです。断崖には高さ30メートルを超す巨大なアーチもありました。これも自然にできたもの。Да, конечно. Скорее всего, это уже ветер выдувал. То есть это ветровая эрозия. Чистых の断崖が延々と続くトゥズバイルの絶景。それは太古の海に存在したか弱き命が地球規模の変動を受け、雨や風に磨かれてできた大自然の芸術作品なのです。この日取材班は潮の湖の縁にテントを張りました。白亜の絶景をより一層美しく撮影するためです。今回の現場は地元の人々も訪れない辺境の地。発電用のジェネレーターが取材の生命線です。持ち込んだカメラは合計5種類。充電だけでも一苦労です。夕食後、絶景の撮影に取り掛かります。スチールカメラのコマ撮り機能を使い、幻想的な白亜の姿を撮影しようというのです。3時10分、月の出3時10分、午前3時10分、日の出が6時46分。月の明かりが白亜の断崖を浮かび上がらせるのではないかというのがカメラマンの狙いです。これがその絶景映像です。午前3時10分、月が昇ってきました。翌朝も絶景の撮影に挑戦です。
今度は高台に登り、朝日を浴びる白亜の大地の姿をカメラに収めようというのです。何するんですか？カメラを使って行う撮影。果たしてどんな映像が撮れるのでしょうか。カザフスタン白亜の大地に迫る。私たちは次の絶景ポイント、ボスジラへと向かいます。Обязательно, что там есть, присутствует мел, меловые породы, обнажения. И важно, что там имеют место и останцовые горы. То есть явление, ну, как бы здесь распространенное, но вот именно для данной местности очень необычное. Энкей-гекижоу とは一体どんなところなのでしょうか。